サッカー韓国代表は現地時間20日、AFC アジアカップカタール2023グループステージ第2節でヨルダン代表と対戦し、22の引き分けに終わった。西武機キム寸牛を書く韓国代表は2失点を喫する苦しい展開の中、後半アディショナルタイムに追いついて勝ち点1をもぎ取った。アジアハイグループリーグ順位表。 AFC アジアカップカタール2023。組み合わせより大きいこの試合に向けた練習の中で、第一節でゴールマウスを守ったキム・スンギュが右膝前十字靭体を断裂してしまい、韓国代表は制御機を失った。ヨルダン代表戦では FIFA ワールドカップロシア2018で制御機を務めたベテラン、チョヒョヌが先発出場。 結果的に2失点を喫したものの、ファインセーブでチームを救う場面もあった。今大会の韓国代表で唯一の現役 J リーガーとして参加するソンボム軍は試合後、失点を喫したのはとても残念だが、結果は残念ではない、と前向きに捉えた。制御機の離脱については、選手たちはとても傷ついている。とても苦しい。 とチーム全体の思いを代弁する。湘南ベルマーレに在籍する孫は、同チームに加入した作季、左足臭上骨を疲労骨折してチームから離脱した時期があった。そういった経験からソンは、どれほど苦痛で苦しいかを僕は知っている、と思んぱかった上で、我々はキムソンギュのためにプレーしている、と同僚武器への連帯を表明している。 第三節や決勝トーナメントで出番が回ってくるかもしれない孫は常に準備ができていると話す。貴重な勝ち点1をもぎ取った韓国代表は、キムスンギュの思いも背負って戦っていく。